茶会様。さあこちらへ、御作の伝承を語りましょう。御作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓物の負の亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、よろめきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、物の負の亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立って手あり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。青い飯島、久田、星水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。
試していくぞ。どうした？何があった？海が干上がっている。目を離しただけなのに。取り乱すな、俺が助けてやる。まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ？民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった？化け物がいるんです。昨夜現れて見ましたか？落ち着け。お主の名は？シノでございます。シノして何を見た？川の子、カッパです。妖怪の？確かか？かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し、
殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。お気をつけください。カッパは空腹のはず。食い散らかしてやる。よほど腹が減っていたのか。このあと人か獣のものか。川に続いておる。何か足に触れたぞ。跡が続いておる。シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。カッパではない。犯人はただの賊であろうな。ある意味化け物か。汚い笛だけだったとはな。魚もあったぞ。おかげで捕まえる手間が省けたな。小石だ。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。
父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島におばがおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。社会人、行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。人たちの軟弱者め、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。
さらば、浪人。に別れざる木立かな。枯れ果つる実は行く先もなし。ありがとうございました。さあ早く逃げよう。どうぞお受け取りください。試しといくぞ。
主も所詮その程度か。やごう。ガチとステイ。逃げても殺されるだけです。
Сөйдөн байгаарай. Дараа мултар чадахгүй. ことは生涯忘れません。行け、達者でな。俺が強ければ。しっ。この命すっかり諦めておりました。道中気をつけよ。雅子様がお一人でかけて。지금하고動くな。このご恩は忘れません。もう安全だ。月のない夜に小舟を出せば。逃がしてやる。
作様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。どこかへ連れてってくれ。どこでもいいから。かかってこい。速度をやせ。いやあ！やれ！こっちです。待たせてしまったな。家族が皆殺しにされました。気の毒に。どこで襲われた？四つ辻です。通る者は捕らえられ、下人にならない弱い者は切り捨てられました。俺が敵を討とう。家族を弔ってやれ。たものがいるだろう。吐け。何も知りません。しらを切るつもりか。知らんものは知らんのだ。あ、お侍、あなたからも言ってやってくれ。何をか申してみよう。失礼を。私は三郎、ウムギでは名の通った秋人でして。名があるからなんだというのだ。なぜ皆を脅していた？身内の行方が分からず、あやつらに話を聞こうとしただけです。何か知ってるに違いない。家族はここで何を？皆で島を出るためここで落ち合い、息へ渡る手はずでした。海へ出る？猛虎が陣取っておるぞ。そのために仲立ちに大枚をはたいた。気に食わん連中ですが、すでに多くの者に手を貸したそうです。
息子の丈太郎は泣き止まず、妻の秋は怯え、私が何とかしなければと。しかし二人は消えた、仲立ちと共に。あやつらは何か隠してるんだ。俺が話を聞いてみよう。口出しするでないぞ。承知しました。ただし加減はなさらぬよう。おのおのこちらへ。聞きたいことがある。こやつの身内が先日まで野営におったらしい。見たものはおらぬか。ならば島から出すと持ちかける仲立ちを知っておる者は。あの、見た覚えがあります。女と玩具を持った幼子でした。どこへ行った。それは存じませんね。そういったものは見ておりません。一人ずつ話を聞こう。島を出る話をしていた家族。裕福そうな家族は誰も。長太ならいくつか言葉を交わしておるかもしれません。昨日着いたばかりなので何も。往来が多いのであまり確かなことは。逃げおったぞ、捕らえろ。おい待て。俺は何も知らん。追わないでください。なぜ逃げる。止まれ。俺じゃない。訳を聞こうか。仲立ちが来てあの男の妻子を連れて行きました。後を追ったら見つかってしまい、誰かに話せば殺すと脅されて。案ずるな、俺が守ってやる。二人はどこへ運ばれた。西の海岸にある物見櫓へ。そこに船があるのでしょう。よし、ほら。サブローの妻子はどこにおる。サラ、心を突き止めてやる。
見せてやろう。重ねてやれば何だって信じやがる。確かに。さて、終わらせる。悪いが、船を出すのは無理だってよ。何をする？金なら払う。助けてくれ。黙っていろ。たちの本当の扱い方、見せてやる。助かりました。無事でよかった。どういうことです？船があるという話だったのに。連中はお主らを殺し金を奪う算段であったのだ。女や子供は一緒におったか？いや、我々だけです。さようか。サブローの家族はまだ近くにおる。
女と子供、死んで間もない。これは三郎の息子のものであろう。知らせてやらねば。お帰りで、それで私の家族を。これを見つけた。ん？丈太郎の。どういうことだ。仲立ちがたばかりおった。船などなかったのだ。なぜ。私は海に一の秋うどたばかるなど。無念だ。家族は手遅れであった。だが仇は打っておいたぞ。誰も救いもせずに。お主それでも侍か。己が役立たずが。なんと昔かと。許さんぞ。サブロー、恨んでも仕方ない。残りの金を用いて島の民を助けてやるのだ。その前に二人を埋めてやれ。あれは見事だ。金、材木、布を扱います。お譲りできるのはこれだけです。また来よう。ここで良い知らせをお待ちしてますね。何かご入り用でしょうか。
軽やか。手に入りにくいものが揃ってますよ。志村様と酒井様がいらっしゃるんだ。